君たちの島を救う冒険はこの祭壇でラックと出会った時から始まった。巫女の器をこの塔へ持ち帰ることでラティは巫女になれるとラックは示した。巫女として人生を歩んだ少女たちの思い出が光となって器に宿っている。ラックによればラティが負った心の傷は残り一つ。器の光でそれを癒すことができれば。もうおなじみとなったラックの呪文により君たちは心の世界へと誘われた。まばゆい光の中、君の目の前に扉が現れた。そしてどこからともなく声が聞こえてくる。この扉の先はラティの深層心理。声は語るが、それが何を示すのかはわからない。声は続けて、生半可な気持ちで立ち入れば自身の心を壊すと君に忠告した。諦めたようなため息の音とともに扉は開かれた。謎めいた言葉に包まれながら君の意識は遠ざかっていく。朦朧とした意識のまま君は目を覚ました。先ほど聞こえた声は何だったのだろうか。焦点の定まらない君をラティが心配そうな目で見つめている。声は悩みの国へ向かえと言っていた。他の手がかりもないし声に従った方が良さそうだ。巫女たちの力を借りて心の傷を治してきた世界は少しずつ正常な状態に戻りつつある。まだ黒々と塗りつぶされている東の方角を君が眺めていると、なんと黒色の石碑が一人でに動き始め、どこかへ去っていった。あっちは悩みの国の方角だったような。ラックの一言を信じて君たちは石碑を追い始める。
逃げた黒色の石碑に追いついた。君が手をかけさせるなと石碑をコツンと叩くと、突然石碑が黒の巫女クイーナとその従者ブライトに姿を変えた。なぜか逆立ちで現れたクイーナが頭から地面に落ちて短い悲鳴を上げる。ブライトが心配そうにクイーナを抱き起こす。彼女の不幸体質はこの世界でも健在らしい。黒の巫女は出産で亡くなったはずだ。彼らもラティの心が作り出した幻影ということなのだろうか。少女の悩みが積もる奈落、悩みの国。何人にも触れられたくない欲望が沈む闇。おや、おかしな欲望を連れているね。怪しい雰囲気の老婆が君たちに話しかけてきた。不意に老婆から視線を向けられたラックは、僕の名前は欲望なんかじゃないと怒っている。話を聞くと、女王の命によって国民は皆欲望と呼ばれる黒い影をかわされているらしい。強欲なものだけが進めると君に教えた老婆は、そのまま姿を消してしまった。老婆の言葉には謎が多い。まずは国の中を探索してみるのがいいだろう。扉から禍々しいオーラが放たれている。君が取っ手をつかもうとすると、謎の力で弾き返されてしまった。君は強欲なものだけが進めるという老婆の言葉を思い出す。見覚えのある騎士と少年、いや少女が欲望を率いて対峙している。彼らは赤の巫女ルビアとその従者グラジオ。何やら自身の欲望同士をバトルさせているようだ。ルビアが私の欲望が最強だと叫びながら闘志を燃やしていると、クイーナが本当に強そうねとルビアの欲望を褒めたたえた。思わぬ一言にルビアは鼻をこすって照れている。
褒められ慣れていないらしい。そんな彼女たちの後ろではグラジオの欲望がやすやすとバトルで勝利を収めていた。大量のごちそうをむさぼり食っている老人がいる。その背後には黒い影が。老人はラックを見るなり、うまそうだと怪しく舌なめずりをする。黒い影が君の体に溶ける。欲望を奪われた老人は強欲だなと言ってよだれを垂らした。扉からは相変わらず禍々しいオーラが漂っている。まだ欲望が足りないらしい。
手鏡を持って髪型をいじり続けている男がいる。その背後には黒い影が。男は君の横にいるラティに気づくと、女を連れ歩くなんて当てつけのつもりかと怒り出した。素晴らしい。黒い影が君の体に溶ける。欲望を奪われた男は強欲なやつめと君を恨めしげに眺めている。その直後、鍵の開く音が聞こえてきた。どこかの扉が開いたのかもしれない。まがまがしいオーラを放つ扉がある。君が取っ手に触れるとオーラが消え、扉はすんなりと開いた。欲望とおぼしき影がいきなり襲いかかってきた。
影が消滅すると同時に東の方から鍵の開く音が聞こえてきた。どうやら新たな道が開けたようだ。まがまがしいオーラを放つ扉がある。君が取っ手に触れるとオーラが消え、扉はすんなりと開いた。君たちを睨みつける欲望の黒い影、君たちを飲み込もうと敵が襲い来る。ご武運を。戦闘を終えた君たちの耳にかすかに鍵の開く音が届いた。どこかの扉が開いたようだ。まがまがしいオーラを放つ扉がある。君が取っ手に触れるとオーラが消え、扉はすんなりと開いた。欲望が立ちふさがる。君は先に進むために黒い影に向けて武器を構えた。
トな連携です。影が消え去ると同時に、東の方から鍵の開く音が聞こえてきた。まがまがしいオーラを放つ扉がある。君が取っ手に触れるとオーラが消え、扉はすんなりと開いた。ゴブーンを。黒い影の魔物を連れた男がいる。君が声をかけようとすると、男が黒い影に飲まれてしまった。この回で倒した影たちは欲望に飲まれた人間だったのだろうか。考え込む君に向かって欲望が襲いかかる。
南の方から音がした。新たな道が開かれたようだ。黒い影が道を塞いでいる。君たちを捕らえた黄色い目に一同は武器を向ける。黒い影が消えた後にはうっすらと人型のシミが残されていた。
黒い影が道を塞いでいる。君たちを捕らえた黄色い目に一同は武器を向ける。見事な連携です。黒い影が消えた後にはうっすらと人型のシミが残されていた。欲望たちの嘲笑が聞こえてくる。欲望たちの嘲笑を無視して、君たちは前へ進む。